自分がそれにちょっとアドバイスしますと、こんなもんかな。いや、私やってくれるんだ。まああれかな、多分全部が強になってるもんね。もうジャンプでいいかな。全部強く打とうとするもん。なんかうわーって動きがちょっと遅くなっちゃってるもんね。ちょっとその辺に行ってもらったら、別にちょっと動いて楽にこのパン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 とか楽に動いて、最後ちょっと一回すぐ混ぜるとか、何回でも混ぜるとか。要は全部が強だと遅くなるので、だから本当にもう軽くちょんちょんちょんと打っといて、片方打っといて、打っといてとかって感じで、なんか一回だけちょっと軽く強めのやつを打ったりとか、やればパンチの音も変わってくるし、全部強じゃなくていいよ。そう、楽に。あとは足を動かしたからね、いろんな場所で。今日ね、全部強じゃなくていい。右がいいよね。まああとは一手で押しとか、この場所も例えばここでストレートで打てるも、多分このお腹が切れる場所、この辺ぐらいからストレート打った方が強く打てるんですよ。この場所からストレートを一生懸命打つよりも、ちょっとこうやってジャンプとかこうやって打つやんか、打ってずれといて、ここからドーンの方がお腹が回るので、強く打てるいいよ。場所だけ分かるから、そうそう、この方が回しやすい、もう回しやすい。そこでストレートを打つよりも、ちゃんと場所だけ取って、そう、あとはコンビ。あとは脇絞って、まあ右で、スピード威力はいらんからスピードだけパパパーって、そうで、たまに強いよ、足を。手長いから距離詰める、距離長い方がいいよ。あと10秒、今みたいな感じ、そう、あまり気にならない、いいよ、OK。